まずはこちらの景色をご覧ください。すごいですね。ね、綺麗。今日は手稲区にある前田森林公園にやってきました。すごい、なんか日本とは思えないね。ですよね。初めて来た。海外っぽい。そう。私も初めて来ました。ね、あるんだってびっくり。実はここの公園では100円で参加できるある催しが大人気みたいなんですよ。100円 ?100 円です。ワンコイン。ワンコインだね。今日はそれを私たち体験したいと思います。レッツゴー。ここでアイリの DIY アドバイス。今回の真夜中のいいねは DIY でしょ。そうじゃないですか。上達したなんか楽しそう。今日は DIY に挑戦します。初、楽しみ。めちゃめちゃ楽しみですよね、うん、早速今日の先生をね お呼びしたいと思います。今日の先生、石田さんです。はい、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。この公園で、ウッドクラフトを楽しんでもらうイベントをやっています。ウッドクラフト。で、使える材料はあの公園の中の木を伐採したり間伐して、持ってきた丸太材、それからあの建築の端材、スタッフが持ち寄っています。こんなものを自由に、使って、工作を楽しんでもらっています。こちらがそのイベントの様子です。次回の開催は7月で、参加費はたったの100円。当日受付でノコギリなどの道具は全て貸してくれるんですよ。材料見てみよう。はい、頑張ります。はい、むずい。自然木ってグニグニ曲がってるから長さを決めたりする。たくさんある木材からアイリが何か見つけたようですよ。私これ気になって仕方ないんですよ今。あ、それじゃあ使えば、なんか使おうかなと、うん、それはプラタナス。これ良さそう。これ良さそうじゃない。ここ半分に切ったら足っぽいね。しばちゃんもイメージが膨らんできました。私想像できました。しばちゃん切ります。どういう風に切りたいの。スライス、輪切り。はい、太い木は機械で切ってくれます。もう足、ここの下だけ足に使いたくて、はいはいはい、ここからちょっと輪切りで、うん、あの太さ違うものを何個か。はい、今じゃあとりあえず言われた通りに切ってあげるけど全然伝わらないんですけど、しばちゃんの構想がイメージ湧かないね。え、わかんないですよねどういうことだろう。どういうことだろう。え、椅子じゃないもの作ろうとしてます。あ、私椅子ですよ。え、それでいいっすか。はい、まあ無理だっすいません。ちょっと受けたよ。おい、おやじギャグに反応した。ここです。ここで一つね。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、すごい。以上、終わり。すごい、いい感じの木だ。一方、アイリは太い木の切断をオーダー。このぐらいの厚さで切ってしまえば、はい、座面として使える。あとは足をどんな風につけるか。おお、すごい、ありがとうございます。丸太のスライス、輪切りでもいい感じにちょっと考えが浮かんできてるので、両手でノコギリ持って、よいしょ。あの、なかなかうまくいかない。なかなかうまくいかない。じゃあ寝せるか。引くときに切れるからね。オッケー、そんなもんで。引くときに切れるんですか。引くときに切れるノコギリ。へえ。押すときにはあんまり切れない。なんか押すときに切れそうですけどね。うん、逆。押すとき切れるのはね、アメリカとかヨーロッパのノコギリなの。日本のノコギリは引くときに切れる。国によるんですか。うん、あの歴史だね。切れた。はい、こんな感じになって、こんな感じになって。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、ちょっとここ浮いてるから、はい、浮いてる分を直す。ここでノコギリの使い方のおさらいです。お、なんか上手だな。お、やった。全然切れない。ここでアイリの DIY アドバイス。押してダメなら引いてみな。ノコギリはね、片思いの心境と同じなの。思い通りにいかないときは引いてみよう。ノコギリは恋と同じ。
必ず思い通りになりますよ。一方、しばちゃんの謎の椅子は材料が全て揃って組み立て作業へ。釘を打って形にしていきます。石田さん、はい、私も釘打ちたいんですけど、はいはいはい、一人でできないです。金槌でしょ、はい、あのこのロケ始まってすごい思ったのが、私たちじゃなくて石田さんが一番働いてる私たち何もしてないただ聞いてるだけこれ先生先生先生うん、でも私たちがめっちゃ無謀なこと言うから。石田さんめっちゃ働いてますね。本当だよ金槌ってね、うん、こっち平らでこっち丸いの。あ、そうなんですか。触ってごらん。え、なんで丸い平ら。本当だ。だから普通に打つときはこっちの平らの方を使って、一番最後にこの釘の頭がちょっと出るでしょ、これを沈めさせるのに丸い方を使う。初めて知った。普通はこの平らの方で打ちます。楽勝だな、釘だ。じゃん誰でもできるいえいえ、そんなことありませんよ。この人はなんでだろう聞いたのってスローで見てみると、外れ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 、思い通りに叩けず苦戦していたんです。釘叩きたいんです私。進んでないですよねさっきからなんで。本当だね、須田さん。どうしたんだ。進まないです。一瞬で終わっちゃったあらあら、はい、もうあと2本あと2本。釘を打っていくうちにみるみる上達していった2人。さらにこんな技も教えてくれました。釘はまっすぐ打つと抜けちゃうから、え、少しこう斜め、ほんの少しでいいから、ほんの少し、あえて少し斜め。はい、釘の打ち方にもコツがあるんですね。そのおさらい、今度はしばちゃんが分かりやすく解説するよ。釘を何本打ってもしっかり固定できないな。ここで橋場夏美の DIY アドバイス。あらあら、数打ちゃ当たるではダメですよ。釘の打ち方はね、口説き文句と同じ、いろいろな角度から攻めてごらん。必ず相手をわしづかみにできますよ。うまく伝わったかは疑問ですが、皆さんも挑戦してね。すごいでしょ。上達した